この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、早速今回も集まる動物の森やっていきたいかなと思います。まあね、ちょっといつもよりね、ちょっと声のトーンが低いかなと思われる方いると思うんですけれども、はい、その通りです。私今寝起きです。まあね、まあ特にね、風邪がひいてるってわけではなく、ただの、寝起きの声です。はい。寝起きの声なので、まあね、ちょっと低いんですけれども、まあそこら辺はご了承ください。そしてね、見てわかる通りなんですけれども、周りがちょっと桜咲いてるっぽいなということで、ちょっと急遽お家に帰ってね、動画撮っているんで、ちょっとね、一回メール見てみましょうか。いつも、エアラインズをご利用いただき誠にはないか。ありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを贈呈させていただきます。と。なんか来ましたね。じゃあちょっと早速開けてみましょう。なんだろう。あ、ちなみにさっき、ゲットした。さっきゲットした。意外と捕まえるの大変だった。ん？ DAL の T シャツ。多分いらないな。多分いらないかな。まあ、ほのぼのといきましょうか。まあ、前回っていうか、まあ、前回か。まあ、僕の動画をちゃんと見てくれてる方だったらわかると思うんだけど、前回2時間くらいの、生放送。このゲームじゃないよ。このゲームじゃないけど、APEXの実況で2時間の生放送して、寝落ちができ、あ、かわいいな。これかわいいな。着るかもしれない。着るかもしれない。で、なんて言うんだっけ。そう、寝落ちできるための、生放送をしてたんですけれども、まあ、ちょっとね、盛り上がっちゃって、寝落ちしようにもできないような動画になっちゃったので、まあ、今回こそ、まあね、生放送でもなく、ゲストもいなく、静かに、ゲームができるということでね、今回のこの動画は寝落ちができるような、はい、感じの動画にしていきたいと思いますので、なるべくね、なんか叫んだり変顔したりっていうのはなしでいきたいかなと、はい、思います。まあ、ちょっとね、早速ね、水やりをほのぼのっぽく水やりをよいしょ。これいつになったら育つんだろう。場所悪いのかな。他の木や竹はさ、育ってんだけどさ、なんかお金の木だけなんか育たないんだよな。水じゃなくてお金あげればいいのかな。釣り銭でもチャリンチャリンあげればいいのかな。これなんか葉っぱがキラキラするまでやればいいとか、そういうのあるのかな。永遠にならないんだよね。植えた場所が悪かったのか。育たないですね。他の木はね、なんかこうやってこんな感じで育ってるんですよね。植えてたやつが。なんか、ほら、こうやって竹とか育ってるんですけど、卵待った。違う。虫は無視できん。ほい。さあ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 。新種ですね。綺麗だね。青スジアゲハ。これ綺麗だよね。小学校の頃よく流行ったよ。これなんだ。葉っぱの卵。これ孵化させたら、埴輪が生まれるとかそういう感じかな。あ、この竹も育ってないですね。でもなんか、水やりしてないやつでも、こうやってなんか育つんだよね。多分、日当たりなのかな。お、なんかある。でもね、パチンコまだないんですよね。俺今何しようと。あ、そう、スコップで、ちょっと埋まってるもの、まあこれ完全にね、よいしょ。地面の卵。なんだこれ。
何、孵化させたら埴輪になるって感じ。埴輪欲しいんですよ、埴輪。埴輪欲しいな、埴輪が欲しいな。お、石ができてる。やったね、石だ石だ。鉄鉱石起こせ。えい、ダンゴムシが出てきたね。チキン、おい。お金も確かに、お金も確かに欲しいけど、お金も欲しいけど違う、俺が欲しいのはそれじゃない。まあまあそうだね、金欠だからね。石がプレゼントしてくれたんだね、ありがとう、ありがたく受け取っとくよまさか石に、まさか石に心配されるようなことがあるとは思ってなかったな。他になんかどっかに卵とか落っこってんのかな。なんかよからぬところに埋まってるとかそういう感じなのかな。そんなことはない、そんなことはないか。卵、特に温める機材とかも何もないんだけどな。まあとりあえずね、街を掃除してきれいにしましょう。お、これももしかしたら卵。お、卵だ。孵化させたら恐竜の化石が生まれるとか、どうなんですかね。もう特に何もなさげですね。なんかさっきからプレゼントめっちゃ飛んでんだよな。欲しい、欲しい。ずいぶん高いところにあった。あ、そうでもないか。今日でも数分やって2個見つけてるけど、あんながどうせ卵入ってんのかな。ちょっと今日このね、実況が終わり次第あれだね、オンラインでちょっと野良の方と遊んで、あれかな。お、稼ぎだ。あの、パチンコをもらおうかな。そうしようかな。ほうほうほう、季節を感じるな。やっぱ、どうもりってなんか平和だね。いいっすね。お、また石見っけ。石発見。石。鉄鉱石。お、出た。うん、違う。おっとっと。お、お、出ない。いやでも2個出たのは嬉しいぞ。2個も出てくれたか、ありがてえ。あれ、また来た。これさっきの、まあいいや。いや違うな、高さ的に多分違うプレゼントかな。なんかプレゼントめっちゃ飛んでるんだけど。123分に1個来るぜ。23分に1個来るぜ。もっとキーが早くね、この街中を改造したいっすね。なんか地形を変えたい。なんか神様みたいなこと言ってんな俺。地形を変えたいとかやばい。お、また化石ゲット。さあ今回こそティラノサウルスとスピノサウルス出てくれるのか楽しみですね。お、これさ、びっくりするよね。こうやって見るとさ、おい、地図邪魔だ。あの、水辺のところさ、なんか、でけえ魚がいるんじゃないかって超ビビるんだよね、これ。一瞬めっちゃビビるんだよ。あの、右下、黒くなってるでしょ？あれが木の影なんだけどさ、うん、すごい見間違えてすげえビビるんだよね。どちゃくそビビる。さあ、卵。これ葉っぱの卵だよね。葉っぱの卵と。葉っぱさんの卵。葉っぱと地面があったってことは、プレゼントは空。空の卵ってことだね。でも大地、空、水あってもいいんじゃない。水辺にあんのかな。海辺に卵って落っこってんのかな。なんか水ありそうだよな、この勢いでいくとな。なんか属性があるよな、これ。なんかねえかな。お、え、え、なんかすげえ踊ってる。え、え、なにこいつ。めっちゃ追ってくる。めっちゃ目で追ってくる。なんでこいつ。あ、イースターイベントか。イースターか。だからウサギなのか。そういうことか。なんだあいつ。なんかため息ついてんぞ。しょげちゃったな。ちょっとお話しかけてみますかね。
なんだあいつ。落ち込んでる。うわ、俺を見つけ次第踊り始める。なんだあの怖いやつ。やべえやべえ怖え、やべえ怖え、ため息ついてる。怖え怖え。分かったから。はい。うわ、木の陰でまたなんか、これまた一層怖くなって、うん、見つかっちゃったみたいだね。見つけてほしい感満載だったよ。うん、それじゃあまずはご挨拶。はい。いやー、こんにちは。大きい声でありがとうございます。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。俺とあの本名似てる。本名似てる。イエーイ、拍手。誰がするかい。ちなみに着ぐるみじゃないからね。やばい、あの怖い、こやばい、どうしよう、怖いな怖いな。ゴッドイーター見てる方だったら分かると思うんだけど、怖いな。まさかここで来るか、ここでそういう扱い来るか。なるほど。ちょっと待って、ちょっと待ってね、焦りがちょっと待ってね。ちょっと写真撮ろう。オッケー、写真撮った。怖っ。ねえねえ、そんなことよりもうすぐイースターだね。やっぱイースターか。そう思うとなんだかウキウキしてこない？こんな時は楽しむのが一番。これからイースターの日まで僕と一緒に遊んじゃおう。いやー怖いな。知らない人と遊んじゃいけないよって言われてるからさ。今日はこっそり準備しようと思ってきただけなんだけど。ほう、ま、それはさておき。ラッキーバニーを見つけちゃったラッキーな君に。ラッキーバニーなの君、ぴょん太郎って名前だよね。一足お先に秘密を教えてあげるね。いいかい、それじゃあ行くよ。卵を探そう。歌ってるね。なんかフレンドが届いた。6種類。草だろ。草でしょ。空でしょ。まあ空は俺まだゲットできないけど、草、空、地面、じゃあやっぱり水があるんだな。ってことはあと炎系タイプの卵でもあるんだから、そしたら 5種類。あともう1種類なんだ。え、わからん。え、そんな隠れてんの。建物の中とかには隠してないから外だけ探せば大丈夫。岩、水の中。ああ、水の中、浜辺じゃない。地面も空も見逃さないように。なるほど、岩と水の中分かんなかったな。え、でも木でしょ。1、2、3、4、5。これ数えただけでもたった5個しかないけど、あと1個どこ。それから、はい、これなんだこれ。お、パチンコ。イースターのベッドの、ベッドがいい、パチンコよこせ。そして、重大発表。ヒューヒュー、何かな。なんだこのなんかかけ離れたテンション。俺も多分あの実況かまして、多分ゴッドイーターとか下ネタ実況やってる時とか、多分あのみんなとはこういう温度差なんだろうな。ちょっと理解した。なんとこの島には、イースターにちなんだ、DIY レシピも隠されてるんだ。おお、だいぶ隠れてますね。隠されたレシピはイースターの日まで毎日増えていくよ。ほう。もしも僕が隠したレシピを見つけて、全種類 DIY してくれたらスペシャルなご褒美をプレゼント。おお、これはやるしかない。というわけで一緒にイースターを楽しもうね。はい、了解です。木の後ろでさ、踊らないで。怖え。これ夜だったらマジでホラーだよ。これマジでホラーだよ。ダメだ。俺これ、こいつダメだ俺。無理だ。お、なんか光ってる。これお金でいいのかな？お金かな？あ、違う。お、お金だ。まあ、お金の木もね、もう育つのめんどくさいんで埋めちゃいます。はい。お、あ、でもこれは普通のプレゼントだね。石の中にあるんだね。ってことはぶっ壊さないとダメなんだ。お、お、あ、普通に出たーい。そんな普通に出るもんなんだ。そんな普通に出るんだ。鉄鉱石欲しかったな。
覚える。イースターのベッドか。まあ一応作っとこうかな。お財布にしまう。オッケー。そのうちね、あのフレンドの方とかにね、なんかプレゼント送りたいからね。お金大事。お金、お、これか。これがなんかレシピってやつか。開ける。福子より。福子？いや、多分違うんだな。これは普通にあった。石の水気。あー、はい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 。獅子おどし的な感じのオブジェクトかな？なるほどな。他には、なさげですね。おい！なんか、イースターな蝶々これ。初めて見たよ。違う。イースター蝶々これ。あれ？消えた？あ、いた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 。ちょっとゲットしたい。えい。ちょい。へい。へい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 。レアかな？それとも普通にいんのかな？こんな蝶々。ピンク色の蝶々なんてあり得る？欲しい。やつ欲しい。よこせ。貴様の人生をよこせ。貴様の人生をよこせ。これからの行く先は博物館だ、お前は。あれ、どこ行った？え、レアなんじゃない？気のせいかな？そんなことないか？欲しい。欲しい。今の欲しい。どこ行った？どこ行っちゃった？いない。いないよー。マジか。欲しかったなー。今の結構レアだよね、多分。そんなことない？普通にいる？俺、わかんない。わからん。ちょっとじゃあちょっと DIY 見てみっか。あ、これがイースターのベッド。へえ、いいじゃん。なんだこれ。ああ、そういう感じ、そういう感じ。石10個で作れると。なるほど。ほいほい。あれ、さっきのピンク色の蝶々どこ行った？消えた？あ、なんかいなくなっちゃった。うわー、ここ登れたらな。普通に捕まえられたんだけどな。いなくなったな。うわ、なんかめっちゃ惜しいことした気分。イースターカラーの蝶々とかそういう感じなのかな。アークサバイバルってゲームやってるから、ちょっとそういうのに、なんかさ、ん？桜。桜。桜は、あ、雑草拾った。桜じゃなくて雑草拾った。てか、水の中って言うから魚なのかな。えい。的外れもいいとこだな。ここ、どうだ、ドンピシャ。さあ、どうだ。卵だからちっこいお魚かな。待ってた。卵を釣り上げた。何に使おうかな。使うものな。あ、ベッドに使えるのか。あ、またプレゼント飛んでる。なんかいろいろな発見があんな。ちょっといらしてみようか。なんか出たりすんのか。そんなことはない。いやー、撃ち落としたいなー。パチンコ欲しいなー。そっかー、なるほどね。まあ、とりあえず化石の鑑定してもらいに行きますかね。まずはちょっとポッケを軽くしたいね。よいしょ。あと石がね、うちのね島にできてよかったと思います。はい、ぶっ壊してもできるんだね。よかったよかった。お、さあ食いつけ。おいしいよー。あ、あれ、え、
嘘嘘、俺なんか前回もそうだけど魚にめっちゃ煽られるよな。さあおいで、目の前だよ、餌は目の前。さあ気づいた、オッケー、いいよいいよいいよ、ゆっくり、オッケー、よし来た、いいね、なるほどなるほどね。卵はこんな感じでゲットしていくんだね。へえ、動物の森にイースターが来ると思ってなかったな。ここも育たない、多分やっぱ場所によって育つ育たないあるんだろうな。多分家の真横は育たないんだろうね。んー、ポチッと。どんだけ下手やねどんだけ下手やね。これでどうだ、いいよ、はい、レッツダゴー、オッケー、これで多分卵、オッケー、卵っちゲット卵っちな、懐かしいな、やりたいな。ほらこうやって俺水あげてないからね、ここら辺の木まだちっこいけど、やっぱ育つ場所育たない場所あるんだな。一回あのお家の横の木は一回あれだな、植える場所考えよう。目の前だよ、餌目の前、なんでやねー。さあどうだい、ほい、これでどうだ、オッケー、おお、食いつきいいね、卵、この卵のくせに食いつきいいな。お前口どこにあんの、引っかかる場所どこにもねえぞ。お前どうやって引っかかったの絡まっちゃったんかな。そんな絡まるほどガサガサ動いてもなかったけど、他にはなんかイベント的なものはなさげですね。まあとりあえず一回タヌキチのところに行ってみましょうか。タヌキチ、何かもらえるかなてかパチンコってどうやって作るんだ、あれかな、なんかレシピのやつかな。何をすればいい、お店の建築材の件僕からもよろしくお願いするだのも。鉄鉱石がねえんだって。あ、いらっしゃいませ。お店の建設の件、はい、提供します、一応提供しとく、少ないけど。あと鉄鉱石30個これなんですよ。あ、揃った状態じゃないと渡せないと。なるほど、買い取って、買い取ってなんてあるんだ、これすぐお金増えそうだな。商品を見せて、ティッシュ、ティッシュね、大事だね、うん。アウトドア、ほー、発電機、発電機、これ一瞬あれかと思った、あのギターにつなぐあのスピーカーかと思った。こういうの売ってんだね。さてと、マイルが少ないんだよね、あのいろんな島行きすぎて。で多分パチンコってこれでしょ、多分多分ここで手に入ると思うんだよね。まあそんなもんかな、他になんか欲しいものはないね。普通に使える道具レシピ、これが多分必要なんでしょうね、パチンコとかスコップとかそういうのね。たぬきショッピング可愛らしいの売ってんな、ほうほうほう、今日はこんな感じなんだね。お、なんかある、まあ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 特になんかこれといって用はなかったね。はい、さてと、他に卵、あれ俺今何種類、1234で、あと空で1個だろ、で6つって言ってたんだよな、あともう1個どこだ、え、あともう1個どこだろう、わかんないな。
卵の模様をうまく生かしたら、ほう。なんだなんだ。なんかひらめいたんか。あれか、あの道具多すぎてレシピが作れなかった的な感じ。どうしてもこのイベントで開いちゃう癖だな。ちょっと化石あれかな、預けに行きましょうか。よいしょよいしょ。なんか DIY 思い出したというかひらめいたらしいんでね、ちょっとそれもちょっと確認しに行きましょう。よいしょ。他に1個ってどこにあんだ。他1個あれかな、無人島にあんのかな他の。 Hey you、はっじゃないんだよ。はっじゃないんだよ。いいね。お仕事中寝れていいですね。めっちゃホワイティーな会社じゃないかい。まあ、そりゃそうだよな。一人しか働いてねえんだもんな。一人でこの大きさの博物館を運営するってやばいよな。掃除も大変だろうし、飼育も大変だろうしな。で、お客さんの対応だろ。これなかなか、あれだね。だいぶ、ね、クソ大変なはずだけど。足跡の化石、あ、足跡の化石ちょっと家に飾りたいですね。トリケラトプスの尻尾、そしてハイヤルこいつはデデン、アンキロでしたね。いや、足跡の化石は、いやー、まあ預けときますか。はい。まあ、せっかくなんでね、じゃあちょっと、ぐるっと僕の今の状況の、博物館を見回ってみましょうか。ね。あれ？今思ったけど。はいはい。これも預けよどれどれ？はい。では、ありがたく、あいよう。俺の提供でこの博物館を運営できてるからな。ありがたく思え。ありがたく思え。さて、まずはね、お魚さんコーナーですね。これだいぶ広いよね。で、ここら辺で固まると、ズームするんだよね、確か。ほら、勝手にズームされるんですよ。なんか考えられてんなーって思ったよね。これ普通に、リアルに存在している博物館でもこのくらいの規模だったらまあまあお客さん入ると思うんだよね。で、ここ多分どうせ あれでしょ、エイとかサメとか入るんだろ。なかなかいい作りだよね。ほら、すごく綺麗。ここにサメ来んのかな。ここは何なんだろう、深海魚か。ここは多分シーラカンスとかそういうやつかな多分ね。綺麗っすね。まだ全然魚いないけど。まだ全然魚いないけどね。何が一番多いんだろうな。多分虫かな、虫が一番多いのかな。あ、そこにクリオネさんがいますね。まあ、リアルに考えて、ここまででかいクリオネさんいたら多分、まあ、もう世界一だろうね。世界一だろうね。で、ここも綺麗だよね。海のトンネルっていうのかな？海の中に入れるみたいな。そんな感じ？綺麗だよね。なんかずっと見てられる。やっぱ動物の森ってさ、なんか、あ、ずっとこうしてられるな、あー、これいいなってのがずーっとなんか続けられるみたいなものがちょっと多いですよね。ちょっと癖がありますけど、これこの博物館好きな人はすごく好きだと思うけど、向かない人にとってはつまんなって思う方がいると思うんだけど、俺は楽しいと思うな、このシステム。ミン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 。なぜ季節外れのセミがって思う方いるかもしれないんですけれども、はい。オンラインでね、ノラっていうのかな。まあ、募集掲示板みたいなのがあって、そこでね、寝起きだから眠、ああ。
ああ。と、まあ、そんな感じで、他の島に遊びに行ったりとかして、ゲットしたセミですね。クワガタもいたんだけど、逃げられちゃったね。うん。さてと、どうすっかな。お、そこに多分クワガタとか、カブトムシとか多分いっぱいくっつくんだろうね。ここに、カナブンでいいのかな。うん。カナブンだっけ、あいつ。とまあそんな感じでね、まあ虫の方が多分お魚さんよりかは揃っていますね。はい。でまあ博物館まあ回っててもね、まあただの自己満なんで、見てる側からするとねちょっとつまらないかもしれないので、じゃあ今回はここら辺でカットさせていただきます。であと1個どこだ、あれかな、人からもらうのかな、なんか拾ったよみたいな人。あら、お、なんか2つある、なんか釣ってるぞあいつ。おいしょ、せい。おお、また化石。君なんか持ってない、卵持ってない、かゆい。かけ、普通にかけ。まあ特にやることないね。まあなんかもうやり尽くした感があるな。ただあと卵一種類ちょっとわかんないですね。お、またなんか風船が。うわー、打ち落として。でもなんか打ち落とすの見せるとこういうイケポチャしちゃうらしいですね。あのツイッターでよく見てますけれども、はい。へーという感じでね、まあ今回から今日から4月1日からかな、イースターイベント、やってるみたいなのでですね。お、待った、なんか飛んでる、なんかいる。閉めようと思ったらこれだ。なんかいるぞ。ん？どこ行った？ここら辺に、なんかいたよね。おや？擬態しちゃった？水の中入っちゃった？あれ？バッタらしきものがいたんだよな。見なかった？せっかく見つけたのに。いない。ここか！なことはねえか。欲しかったな。いないな。そう、いないっすね。よし。じゃあ、締め直そう。よし。というわけでね、皆さんもね、よかったら、イースターイベント楽しんでみてはいかがでしょうか。それではね、今回はこの辺で終了していきたいと思います。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。